ある晴れた夜、少年かけるは星空を眺めていた。彼の心は冒険に満ち溢れていた。星々がしばたく中、突然一つの光が大きくなり、地球に向かって落ちてくるのが見えた。何だろう？かけるは好奇心に駆られ、その光が消えた森の方へと走り出した。森に着くと、そこは静かで、ただ月明かりが木々を照らしているだけだった。しかし、かけるは諦めず、光が消えた場所を探し始めた。すると、不思議な光が点滅しているのを見つけた。近づくと、光は小さな宇宙船の形をしていた。こんにちはと、突然、背後から声がした。かけるは振り返ると、そこには小さな宇宙人が立っていた。彼は人間の子供と同じくらいの大きさで、緑色の肌に大きな目をしていた。宇宙人はかけるに向かって微笑んでいた。理由はどう？楽しい。宇宙人はかけるに尋ねた。かけるは少し驚いたが、すぐに笑顔で答えた。うん、楽しいよ。君はどこから来たの？宇宙人は遠い星から来たんだ。地球に友達を作りに来たんだよと答えた。二人はすぐに意気投合し、森を抜けて街へと向かった。かけるは宇宙人に地球のいろいろなことを教え、宇宙人も自分の星の話をした。彼らは食べ物を共有し、笑い、そして夜空を見上げながら話をした。宇宙人はかけるに宇宙船を見せ、一緒に宇宙を飛ぶことを提案した。かけるがワクワクしながら承諾し、二人は宇宙船に乗り込んだ。宇宙船は静かに空に上り、やがて星々の間を飛び始めた。かけるは自分が本当に宇宙を飛んでいることに感動し、宇宙人に感謝した。冒険の後、宇宙人はかけるを地球に戻し、別れを告げた。また会おうねと宇宙人は言った。うん、絶対に。かけるは答えた。宇宙船は再び空に上り、星の海へと飛んでいった。かけるは新しい友達との出会いと冒険を心に刻み、家に帰った。彼の心は今までにないほど踊っていた。宇宙人もまた新しい友達を得て喜んでいた。二人の友情は遠い星々を越えて芽生えたのだった。星空が今夜も美しく輝いている。かけるはいつものように空を見上げ、宇宙人のことを思い出す。彼らの冒険はこれからも続くのだ。